こんばんは。前回の続きやっていきます。ここはね、聖域っていうのがあって、まあ自分たちの同盟じゃないんですけど、他の同盟の方の聖域、同じサーバーのね。で、ここね、ルーンがあるんですね。この色で違うんですけど、エピックのルーンとかレジェンドのルーン。これが、舞台攻撃7%と防御力7%。これ取って、今からこれ採取して、これでね、聖域の遠征クリアできてないとこあるんで、ちょっと今からそれをやろうかなと思います。一応重ねできるんですかね。バフも一応かけてみますか。70個あるんで。まあ、攻撃力つけてみるか。これでやりましょう。69番がね、ハマってたんですよ。これね。時間がね、足りなくて、クリアできてないんで。これやりましょう。こっちに、あ、そうね。こっち2つは、義経と、登録してるんで、これかな。オツくんと孫武。この豚を置いて、こっちに。で、残りをこっちに。ちょっと今からセットします。これでも互角なんだ。やりましょう。力だね。で、こっちは。あれ？当たってない。また失敗してるな。これはいいとして、今度こっちだな。時間がちょっと足りないかもしれないですね。次はこっちなんですよね。これが最後になって、これね、リチャードがいたかな。これが硬くて倒せない。何回かね、2回、2、3回チャレンジしてるんですけど、動画で1回もクリアしてないです。厳しいですね。クリアする。倒せないな。こっちが弱い。まだね、フルじゃないんですよ。あとね、5、6万、作って、ボロロロロ、ちょまたはまる。これ時間来る。左側も、ああ失敗したな。なんてこったい。これいかん。ちょ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 、完全に失敗したな。あのね、ここに、ここに寄せてと思ったら、こうまっすぐ行こうとしましたね。まあしょうがないね。画面左相手の兵、右が自分たちですけど、顔のアイコンの横のバで大体わかります。一応バフはさっきの攻撃力と防御力 7% と、あと 5% のやつつけてみたけど、それがね、効いてるのかどうか。これそれとは別に、こっちルーンのやつねがついてます。あー、 OK、 倒した。残りがあと1分43秒。画面右上ですね。この80分の69っていうのは、今クリアした80マップがあって、そのうちの69ってことです。実際はね、もうちょっと多いんですね。城の防衛とか攻撃とかミッションがあるんで、それ以上あります。ちょまただ。あれ、
無理だな、残り1分。ちょっとかなり失敗したもんな、何回か。クリアするとしてもギリギリだと思うんですけどね。いやーちょっと厳しいか、またあー無理だな、もう一回だな。そう、何回かハマったからやり直ししてギリギリいけるかなぐらいの感じかな。あと残り10秒、残った兵で大体分かりますからね。ちょっとやり直ししよう。今2回目途中からですね、画面右上残り2分8秒で2体ですね。この一番最後面倒なのと、多分これついてくると思うけど、とこの相手のこのジャンヌ倒せると思うんだよね。これで最後だ。いやーどうかな、ギリギリだと思うんだけど、クリアするとしても。左が兵、右が時間。何なのかな。まあそうね、いろいろちょっとね、まだやんないといけないことがありますからね。さっきよりはいいみたい。こっちの兵はまだいるでしょ。12万。オッケー、クリアした。オッケー。いやちょっとギリギリだな、でもいろいろ。次は70番。どうなのかな。一人か。ティア5でしょ。いやー、70万、ちょっと、無理じゃないかな。あれ ?5 部隊は?ん?これは何部隊で行くの?どこに ?1、2、3、4。あれ?見えにくいけど、ここにいるんですよ。もう1部隊。やりましょう、これで。いや、ちょっと厳しいだろうな。相手70万いますからね。来ない。来ると思ったけど、まあ、時間も関係ないですね、こうなったら。いや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 、来ないの。来てくんないと。オッケー、ちょうどいいとこがいいね。いやちょっともう出られそう。落ちるんだ。全然盾になってない。あでも結構減らした。70万いたよね。もう40。結構減らすことは減らしてますね。
まあね、3種類いたんで、3組が効きにくいですよね。あの、グーチョキパーがあるんですよ。馬は歩兵に弱い、歩兵は弓に弱い、弓は馬に弱いっていう風にあるんで、相手ね、3種類持ってたから、いやー、ちょっとでも厳しいのは厳しいけど、どうだろう、数的にはちょっと、うん、もうちょっとだな。まああの兵増やすやつもあるんですけど、 25% ね、あの上限値を増やすアイテムがあるんだけど、それ使ったらいけるのかもしれないですね。ただもったいないなと思って、戦争の時使いたいなって。厳しいかな、厳しそうね。時間的にはいいかもしれないですよね。画面右上残り3分クリアできないかな。ここら辺がちょっと限界かもしれないですね。いや、ちょっと、いや厳しいね、クリアできない。大量に兵作るしかないですね、これクリアするんだったら。それかもう一気にいくか、 25% アップにして兵を。無理ですね。しょうがない。飛ばしましょう。ここはもう無理だ。これはロストキングダムのイベントの報酬ですね。野蛮人の集落レベル10以上を100回撃破の報酬です。あ、これその上のギフトっていうのは、ほぼ毎日買ってる曹操の彫像が手に入るかもしれない、まあ、ギフトの内容ですね。まあ、こういうの買いましたよっていう内容です。セイロウリの聞きまでやってるんですよね。明日までかな？ちょっとね、マッチング全然しないんですよね。簡単とノーマル終わってるんですけど、ハードからね、マッチングしてもね、まあ、自分のこの戦力を嫌がられてるんだと思うんですけど、なかなかね、マッチングしても相手がこう、逃げていくというか、なかなかマッチングしないですね。今ちょうど、この、兵器工房を上げるために、周りのね、歩兵とか、弓とか、馬のね、この訓練場のレベルを上げていってるんで、これを上げるために、この3つ上げないといけないんですよ。これ時短してね、他の上げていきましょう。あ、75も使う。結構使うな。終わり。こっちは訓練させていこうかな。兵作らせていこう。次これ時短して、これ作りますかね。で、こっちを。で、今押したんで支援をいただけるように押したんで、同盟センターがね、今30回支援もらえるんで、だいたい1回で 1% らしいんで、30% ぐらい時短できるのかな。それとあと、同盟が持ってる技術ですね。セロリはね、ずっとやってるんだけど、なかなかマッチングしないですね。しょうがない。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。